顔を上げてみろ。え？親父そっくりになってきたな。あ、それ親父ですか。うん、こんにちは。お父さんお久しぶりです。あら、おさむちゃんも来てたんだ。はい、戻ったのか。え？あ？戻った。戻ったって。うん、親父さん昼飯まだでしょ。これで何か作ってやって。はい。芝居やらねえんだって。ええ、できないんですよ。それはあの高子のことか。芝居が終わるまでここで預かろうか。わしの娘だし。いや、俺の嫁でもあるしね。そんな俺の嫁はいいんだよ。まだ惚れてくれてるのか。こいつが出てきた時にはな、お前にはすまねえと思って。でもあいつの母親も旅芸人にくっついてしまったから、力なと思ったんだよ。まあそう察したのはな、あわしにも原因があったが。親父さんは占領役者だったから、いろいろとね。いや、シベリアからやっと戻ってきたけどな、簡単に人間に戻れなかったんだ。人間に戻る。おい、お前もっとこっち向いて顎を上げろって。似てるな。マイナス40度のラーゲルで重労働と飢え。お前の親父にはな、よどめの冬を越す体力は残っていなかった。お袋の作った味噌汁が飲みたい。村の舞台で歌劇をやりたい。そう言って息を引き取ったんだ。死んだあいつの目から涙がこぼれてすぐに凍った。